お元気ですか？ペルシアンと申します。おはようございます。今日は朝ごはんを紹介してまいりたいと思います。まずはこちらですね。こちらがね、あの白い飯ね、白米でございます。でこちらがね、あの即席で作りました、あのウェーパーで作ったちょっと中華風のかき玉汁って言った方がいいんですよね。で仕上げにね、ちょっとお酢を入れることによってね、味が中和しますのでね、ぜひやってみてください。でこちらがね、あのシーチキンで、こちらがね、あの納豆でございます。で今日もね、あのこれでね、朝ごはんを紹介するのでございますが、で朝ごはんを紹介できるのは基本的に土曜日だけです。なぜかと言いますと、父がいるんですが、父がいるとまあ厄介なことが起こりますのでね、申し訳ございませんがね、朝ごはん紹介は原則は土曜日しかできませんのでね、皆さんね、ぜひね、楽しいね、朝ごはんをね、食べてね、元気に過ごしていってほしいなと思っております。はい、昼食です。昼食はですね、こちら、カスタードクリームと生クリームの入ったシュークリームでございます。で、あとはですね、こちらのね、飲むヨーグルト、今回はこれいちご味でございますね。これ飲んでね、ね、すっきりとしたね、一日を送ってもらいたいなと思っています。皆様はね、どんなお昼を食べましたかね。あとね、お知らせがございます。ね、月曜日か15日の月曜日に、あの BBM カードもやります。 BBM カードかエポック社のカードかどっちかになるか分かりませんが、またね、あの野球、プロ野球カードをまたね、開封動画もやりたいと思ってますので、こちらのチャンネルもね、ぜひね、ご覧ください。それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひね、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ペルシアンでございました。